いや皆様お待たせいたしました。3月4日。ちゃんとやろ。もうなんか嬉しくてさ。お待たせししって。はい、皆さんお待たせいたしました。3月4日月曜日19時15分になりました。秋晴れユナイテッドステーション。はい、ということで、僕が発表来てるということは、今シーズン初勝利をホームで決めてくれました。ありがとうございました。声の反響があると思いますけど、今日ちょっと会議室でやってるんで、そこはちょっとご理解いただければありがたいなと思っております。はい、ということで富さん勝ちましたね。富成です。あ、ごめん、俺が浮かれすぎてるね。浮かれちゃいかん、こんなね、はい、1回勝ったぐらいで浮かれたらダメですよ皆さん。ということで、ホーム初勝利しましたけれども、本当に今年のユナイテッドはキャンプインからこう群馬戦引き分けとなったけど、入りがすごくいいなっていう感じで見てても思うし、あとはねやっぱり選手層というか、まあここ4年間こう J2 に上がっても落ちないチームを作ろうということでこう頑張ってきたと思うんですけど、まあそういったチームはやっとこう出来上がってきたなっていう。でももちろんね、あの安心はできないし、足元救われる可能性だってあるわけで、だからこうこの一生をめちゃくちゃ喜ぶわけにはいかないかもしれないけど、今日はいいじゃないと、ね、で明日からまた切り替えて、やっていければと思っております。いや嬉しかったな、僕は本当にもうみんないいと思うけど今日の MVP ツイッターの方で X か X の方であるかなないかなって言いましたけど、はい、あります、あるんです。はい、でちなみになんですけど、勘違いしないでほしいのが、田上豊の勝手に MVP なんで、あの僕は毎回去年も言ってましたけど、あの真の MVP じゃなくて影の MVP、ああこの人の頑張りがあったからこう勝利あったなみたいな、そういった選手を選ぶっていうところだけはちょっと頭に入れててもらえればありがたいなと思います。あくまでね、田野さんが勝手に、そう、俺が勝手に選ぶ MVP だから、皆さんの思いと違う可能性もあるけど、いや可能性多いにあります、はい、なんですけれども、皆さんぜひ、今日もおそらく60分予定しておりますけど、今日は90分ぐらいになる予定です。はい、ぜひ最後までお付き合いください。いやー楽しみだな、今日は視聴者は何人います。おお、今すでに503人の方が見てる、すごいね。あらー、今503人の方、先に言っておきましょう、グッドボタン今押してください。グッドボタン、はい、最後にあの最後にグッドボタンタイムもうやりませんから、はい、よろしくお願いします。押してください。さあ、コメントの方もたくさんいただいております。田中さん、富さん、小林さん、こんばんは。今シーズン初勝利を逆転での、それもホーム開幕戦で勝利でのハッピーのスタート、やはりいいですね。生配信に感謝、本日も徳之島町から見守っています。ありがとうございます。なんですけど、この徳之島町からあのコメントくださってる方、実は学校の先生なんですね。でこの方はあの犬田部中というところにあの勤務されてるんですけど、そこの生徒、僕行ったんですよ前、犬田部中にサッカー教室とか講演しに、その講演した生徒たちが、明日から受験が始まるの、メッセージくれって言われて、じゃあ送りましょうと YouTube で見てくれてるんだって。そ、俺が行った以来 YouTube の、勉強しろ。いや確かに、いや犬田部中の、はい、あの受験を受ける皆さん、合格するしないっていうのはね、この二択にしてしまうと人間ってあの緊張したりうまくいかないことたくさんあるんですけど、自分がこれまでやってきたことの中で俺はやりきった、ベストを尽くそう、そのベストを尽くそうという気持ちを持って受験に挑んでもらえたらいいのかなと。あとの結果っていうのはもうなるようになりますから、はい、あの受かる受からないを考えずに自分がやってきた全てを出し切ろうっていうことで望んでもらえれば、必ずこう僕はいい結果出るんじゃないかなと思うし、もし結果が自分が思ってたようにならなかったとしても、その先の人生で後悔ってものはないと思うんで、ぜひ皆さんベストを尽くして受験頑張ってください。犬田部中の皆さん応援してます。はい、ということで、次のコメントいきましょうか。はい、あ違う、はい、大丈夫です。でも時間が結構迫ってきたからさ、今日の勝手に MVP の方、発表していいですか。はい、発表します。その方への質問も今のうちから大募集してますから、今日の勝手に頼めたから勝手に MVP、まだ皆さんは多分武誠也選手と思ってるんですけれども、もちろんね、あの試合を決めたのは武選手でしたけれども、試合の一体感、そして、会場のボルテージを一気に最初から上げてくれた選手がいるんですよ。トレ選手です。トレ一世選手
選手、はい、今年は写真出てこないですね、この真ん中にね、はい、出ません。これ選手にね、今回僕は勝手に MVP として選ばせていただきました、はい、なので今からトネ選手に早速電話をしていこうと思います、うん、はい、いいですかだからその何だっけ、はい、トネ選手に今から勝手に電話してこもらうと思うんですけど、はい、これ待ち受けは結構今面白いことなんですよ。またですよ。じゃあ行きますね。出てくれるか。一斉君出てくれるかな。こんばんは。こんばんは。トネ一斉選手です。ありがとうございます。すいません。疲れてるところ。ありがとうございます。トネさん、いやいや、せいやでしょ。はい。田野さん。はい。せいやでしょ。いや、せいやじゃないです。トネさんです。ちょっと出にくいな。いや、なんですけど、皆さんに今説明したんですけど、田野栄太の勝手に MVP というのは、やっぱりこう、なんていうんですかね、試合を決めた人っていうよりはやっぱりこう試合の雰囲気を作ったり、田上豊がこうサッカーやってた人間が、あ、この試合この選手のおかげで締まりがあったし勝利へ導けたなという、こう影の MVP みたいな人を決めるのが勝手に MVP コーナーなんですよね。なるほど、はい。で、はい、でなぜトネさんを選んだかと言ったら、もう前半の頭から相手の裏へのボールの対応、カバーリング、あれスライディングで奪いに行ってたじゃないですか、魂見せるディフェンスで。はい、やっぱあれで会場が湧き上がり、一気にこう一体感が増したんですよ。あ、ほんまですか。そうです。しかもスライディングでカットしてスローイン出すわけじゃなく、スローインのボールを、相手が裏に来たボールをスライディングでカットしてさらに持ち運んで、最後、はい、田中航選手にパスをしたシーン覚えてます？はい、最初らへんっすね。ね、だから ああいうことをしてくれる選手がやっぱりいるっていうのはチームにとってすごく大きいし、あれがやっぱりチームの流れを作った最初の大きなワンプレーだったなと思って、だから僕はトネさんを今回選ばせていただきました。ありがとうございます。はい、実際どうでした、あのホーム開幕戦でしたけど、あの雰囲気とかそういったものって。いや、めっちゃいい雰囲気、まあ毎回毎回ですけど、はい、作っていただいて、うん、はい、まあ選手からしたらめっちゃやりやすいですよね。ああ、トネさんとか緊張とかするんですか？いや、めっちゃしますよ。あ、するんだ。その緊張は どこにこう、どうやって緊張をほぐすんですか？あ、なんか、うん、逆にこうこの試合ミスってもいけるわって思ってたら、僕次やるわとか思ってたらダメなタイプなんで。ダメなタイプなんだね。もうこの試合であかんかったら、もう俺はもう今シーズン終わりやっていう。で、逆にプレッシャーめっちゃかけて自分にね。はい、いや、だからこそああいうプレーがだから見れるわけだよ、最初から。こういう人がやっぱ出てくれてるってね、俺は本当にあの心強いし、あの鹿児島で一緒に戦う人間として誇りに思います。褒めすぎでしょいや本当によ、本当に。だからトネさんのおかげで今回あの雰囲気作れたと本当に思ってるから。でもですよ、トネさん、はい、まあ、いい流れをこう作りながらも、あの PK での失点ってなりましたけど、ある時ってどうでした、実際のこの心境的に中でやってる選手として。いや、まあ失点した瞬間、うん、まあ、ああいう展開で、うん、まあ、失点することもあるじゃないですか、うん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 、でうわーってなったっすけど、うん、でもまあなんやろうな、なんかずっといける気してて、ほうほう、もう失点してもなんかいけるわって感じだって。おうおう、はい、じゃあ焦りはなかったみたいな。焦りなかったっすね。やっぱそれがプレーでもこう流れの中でも出てたよね、うん、選手たちがやること変えずにずっとこうやり続けてたから、チームがバラバラになるわけでもなく、やっぱそれも含めて、いや、トネさんから結構ね、あの起点になった攻撃もあったの、多かったんですよ、覚えてます？いや、ありました。いや、ありました、ありました。トネさんパス発信みたいな、やっぱ後ろでの回しとかも全然落ち着いてたし、こう失点したチームの、あのなんて言うんだろう、失点してからのこう、はい、あれじゃなかった、スタートじゃバタバタしてなかった。まあ、まあ僕ら
後ろの選手がやっぱバタバタしたら、うん、こうねチーム全体が、うんうん、そうバタ、あのバタバタしちゃうんで、うん、まあしないようには心がけても、ここ、うん、はい、でそのバタバタせずに落ち着いて自分たちを信じて戦っている中で同点ゴール鈴木選手の豪快ヘッドがあったじゃないですか。あのシーン後ろからトネさんが見てたんで、見てる中でこうどんな感じでした、感情的に。読み最初ミスタブって誰が、翔太君がヘディングので触り損ねたんちゃうと思って、ああ、確かに後ろから見てたらね、何してんねんと思ったら入ったんでいやさすが翔太君と思って、確かにね、例のボールもめちゃくちゃ良かったよね。いやめっちゃ良かったっすね、まあ、その前のなんか守備もしっかり、うん、まあ、ああいうチームの、ね、まあ、守備があってエースのロングボールでっていう、はい、まあ、でも偶然じゃないと思うんで、うん、はい、そうだよね、自分たちであのクロスの入り方もそうだけど、あの守備のこうみんなで連動した感じもやっぱり普段からやってないとああいうのできないし出ないしね。そうですね、しかもあの守備前で追ってた3枚って交代で入った3枚だからね。あ、そうですね、確かに。だからそれこそチームの意思統一ができてないと、うん、あの守備ボールを奪うってところできなかったから、うん、でこれで終わりかと思いきや、トネさん、はい、やってくれましたね、あの男が。はい、うちの竹がうちの竹がどうでした、あの竹誠也のアディショナルタイムの決勝弾。うん、いやこいつさすがやな思いました、誠也も。あ、こいつさすがやなっていうことは普段の練習から結構もう誠也は存在感出してるんですよ。いや誠也練習よりめっちゃ笑う、練習はあれなんですけど試合になったら結構やるタイプなんで。外人タイプだ。はい、ほんまだから、はい、はいそうですよね、すみません馬が合わないですね僕あんまり、ごすいませんいやいや、ありがとうございます。いや、トネさん本当にあの MVP おめでとうございます。ありがとうございます。そんなトネさん今年からですね、あのこの YouTube 配信、はい、まあ、去年からもうずっとやってるんですけど、はい、今年からなんと鹿児島ユナイテッド FC のグッズと連動しまして、はい、あ、そうなんですね。僕が選ばせていただいたこの MVPはい、スペシャルグッズが販売されることになります。おめでとうございます。トネさんのスペシャルグッズ、それはですね、オーセンティックユニフォームに、直筆のトネさんのサインが入った、そして試合の日付、対戦相手が載った、もう世界に一つだけのこのユニフォームがですね、世界に一つじゃないですね、はい、たくさん販売されますからだから、たくさんサインを書かないといけないことになるかもしれないですけど、それは喜びのサインとして、はい、なんぼでも書けます。わー、嬉しいですね。だからあの今回この企画初めて第1号 の、はい、あの MVP がトネさんだったので。あ、そうなんですね。そうなんです。なのであのたくさん皆さんに買っていただきたいなというふうに思っております。もうすでに、オンラインストアの方で販売スタート、はい、まだですね、はい、7時45分からあの実際にはスタートします。皆さん無理ない範囲でお願いしますそこは無理しましょう皆さん。もうトネさんが MVP になったあのゲームですからね、ちゃんとこれを着てまた応援してもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、トネさんちょっと、はい、あの皆さんから来てる質問にちょっと答えていただいてもいいですか。今実際リアルで、はい、試合後の癒しって何ですかって来てます。試合後の癒し、はい、いえ、なんやろな、うん、まあでも試合後の癒し特になかったらないでいいんですよ。まあコーヒー飲むことですかね、朝コーヒー、はい、この番組ですね、トネさん、はい、コーヒーって言ったらコーヒー届きますおそらく。え今度の出待ちの時とかに多分届くかもしれないですね欲しいお願いします。他に欲しいものないですか欲しいものないっすね。さすがね、もう無欲なトネ、勝利に飢えたトネ一世いや、さすが素
晴らしい。そして次の質問、最近の勝負飯は何ですか。何かありますか、勝負飯、これ食べるなみたいな。いや僕そういうのね全くないですよね。いやいいね。アウェーのホテルで梅干しのりくんと、今日の梅干しどんなやったっていうだけ話してます。あ、今日の梅干しトークを、あの藤本のりあき選手と、はい、それ食べるのが唯一のなんかあれかな、もう勝負飯じゃないけど。あ、梅干しね、はい、でも梅干しはほら、まあ、何回も言ってるけど、女子ワールドカップ優勝した時にね100キロ、持ってってるぐらい、やっぱ梅干しってアスリートには欠かせない食べ物ですから。はい、そして次の質問ちょっとこれ聞いていいか分かんないんですけど、はいはい、答えられなかったらもう答えなくていいのでいいですか。はい、角刈りヘアにはしないんですかって聞いてます。誰が角刈りやん。誰や角刈り言うてんの。いや、サポーターの間では結構角刈りヘアって呼ばれてるみたいなんですけど。いや言われてたけど、みんなにしないんですか。いや、しないでしょ。しない俺はその角刈りにしてほしいって言ってないですかね、美容師。美容師の人を見てたら、泣いてますよ。あ、すいません、そうですね、申し訳ないです。ちなみになんですけど、はい、僕あのキックオフ鹿児島という番組に出てるんですけど、はい、そこ の KKB の福田さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が今シーズン2回も髪型変えましたよねって。あですよね。いや、正直僕その髪あんまこだわりなくて、もう何でもいいんですよ。何でもいいんですか。はい、本当ですか。で、最終的に何で落ち着くのか聞いてほしいって言われて、髪型。やっぱ角刈りですか。角刈りじゃないじゃん。すみません、言ってしまいました。角刈りしてる人、はい、はい、すみません、申し訳ないです。トレさん、次の質問いきます。はい、はい、ラインコントロール、ちょっとサッカーのこといきますね。ラインコントロールってどのぐらい意識してますかって来てますね。これサッカー少年かな。いやでもめっちゃ意識してますよ。あれ、今のユナイテッド、この間の試合で言えばラインコントロールって、こう岡本選手か戸根選手って、どっちがこう積極的にしてるんですか。まあでも基本僕っすね。僕がちょっとこう、なんやろ、忘れてる時とか、はいはい、そのタイミングない時は翔征が声出しやってくれるんで、うん、はい、まあでも基本僕がやってますね。じゃあもうトネさんじゃんね、この勝ち点4今。全然違う。じゃあそして次、武選手のシュート前、はい、シュートの時、はい、ちょっと戻ったっていうか、オフサイド対策、あ、ちょっと戻ったんですか、トネ選手。誰かに言われたんですよ今日、翔太君かな。オフサイド対策ですかって。いや全然、でもフォワードみたいな動きしてたよ。そう、もともとフォワードですよね、だって中学校まで。はい、そうっす。ほらで高校からセンターバックになりましたもんね。いやいや、それ嘘の情報っすわ。あ、そう、高校もトップ下とか。え、そうなの。やってました。大学もたまにアンカーとかやってましたね。え、だからあの運びできるんだ、トネさん。いやいやいや、そんなことないですけど。え、いつからじゃあセンターバックやったんですか。大学は基本ずっと選択なんですけど、はい、はい、なんかもう僕トップしてやりたいなと思って大学行ったら、はい、初日でセンターバックやらされて。面白い。いや、すごい、ありがとうございます。いや、トネさん、ちょっとお時間も来たみたいなので、はい、はい、じゃあ最後ファンサポーターの皆さんにメッセージを、はい、いただこうかなと思うんですけれども、よろしいですか。もう今730人。え、トネさん。はい。なんと今シーズン最多の視聴者数730人の方が見てくれてますよ。すごいですよ。だってこれ対面してのこうなんか会場でやってる700人って相当すごいですからね。すごいですね。700人。トネ一斉効果恐るべしですね。僕じゃないと思いますけど。いや、トネさんが出てからガッて増えだしたから。いや、これせいやと思って見たら俺やったみたいな感じじゃないですか。やめましょうよ、そのネガティブマインドは。トネさん、ちなみになんですけど、
あの一番最初 の、 あの写真撮影したじゃないですか、今実際あの画面に映ってる写真があるんですけど、はいはい、この髪型は一番あれですか、お気に入りですか？シーズン、まあ、でもいいっすね、こうやって見たらいいっすよ、これ。いいっすよね。はい、いいです。これはあれですよね、角刈りじゃないですよね。これは角刈りちゃうでしょすいません。いやー、これからみんなサポーターに言われそうだな。すいません、本当にいじってしまって申し訳ないです。言われるわ。はい、でも一番仲いい選手はチームさんですもんね。もうそうですね、はい、と翔太君と。ああ、そうね、こ安定だもん。 YouTube 撮った時もずっと一緒の席にいるから、うん、めっちゃ翔太君ね、ついてくるっす。いや、次もしですよ、あのコーナーキックとかから点取ったら、あのプリティとねやってくださいね、絶対やりますわ。はい、ぜひぜひお願いします。トネさん本当に面白いんだから、うん、実際は、うん、笑わないこととか言ったらダメだからね。どうですか実際は。はい、いや笑わないとこってみんなが言ってたから、すいません。いや、すいません、トネさん、余計な話をしてしまいました。じゃあ最後、はい、ファンサポーターの皆さんに、次の試合に向けてのメッセージお願いします。次の試合に向けて、はい、まあ、次ルヴァンですもんね。はい、あ、ルヴァンと、まあ、リーグ戦、まあ、あ、いいですよ、ファンサポーターに向けてメッセージをお願いします。はい、あの僕鹿児島来て結構、はい、鹿児島も大好きになったんで、おう、でやっぱ鹿児島をこう盛り上げたいじゃないですか、もっと全国にいいものがあっての、嬉しいな。でそれがこうね、うん、先頭に立てるのがユナイテッドやったらめちゃくちゃ思って、うん、ユナイテッドを盛り上げて、はい、で鹿児島も盛り上げて、みんなで盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにですね、コメントでもトネ選手の登場嬉しいって来てますね。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。勝ったら自分にご褒美したりするんですかって来てます。はい、まあ、コーヒー皆さん、はい、ぜひトネ選手コーヒー好きみたいなんで、ぜひ来ます。はい、試合終わった後コーヒーのプレゼントお待ちしておりますので。はい、ありがとうございます。拍手してそう。いや、ということで、すみません、ありがとうございました。トネ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい。早い。俺じゃないです、切ったの。めっちゃ面白い、トネ選手。すごい綺麗だ。いやー、ありがとうございます。ありがとうございました、トネ選手。はい、ということで、今、あの電話内でも言いましたけど、あのトネ選手の、タヌエタクの勝手に MVP スペシャルグッズ、販売となりますので、あと30秒くらいで皆さんぜひオンラインストアで、はい、45分でした。あと6分です、はい、またグッズ情報で、あ、伝えて、あ、じゃあいいね、はい、はい、ありがとうございました。いや、嬉しいね、ありがとうございます。さあ、ということでトネ選手の今のコメントを頭に入れつつ、ハイライト見ていこうと思うんですけど、まず順位表2節終わったんで見ていきましょうか。はい、お願いします。 J2 って感じだよね、本当にね。もうこうチームを見てたら、うわー、なんかダメだな、俺がこんな嬉しくなっちゃいいのかな、嬉しくなっていやー、鹿児島ユナイテッドFC現在6位、まだね2節終わっただけではありますけど、まあ、この出だしとしてはね、スタートダッシュ行こうって言ってたので、で俺がね勝手にね、うん、スタートダッシュしようって言ってたんで、すごくいいなと思うのと、やっぱり、まあ、失点こそしてるものの、最小失点であり、負けない戦いっていうのを今年できるし、やっぱり見ててワクワクするんですよね。そして、次節対戦、まずはルヴァンで対戦をする千葉が今その下の8位にいますね、うん、実際今あの YouTube の登録者数ランキングは J2 で8位ぐらいかな、ユナイテッドは。あ、そうなんだ。はい、今8位なんですよ。しかも、ここ最近また 100人か200人ぐらい増えて、うん、1.39万人、1万3900人なんて、1万3900人、うん、もうすぐ1万4000人。そうなんです。いいよ。だから YouTube のあの登録者数と結構あの順位とかって、うん、去年見てても比例してて、上位のチームってやっぱ多いの。なるほど。
だからちょっと頑張りたいなって俺も思ってて、それだけ注目されてるっていう証ではあるもんね。ああそうね、だから本当はあの公式 YouTuber として頑張っていこうと思います。改めて YouTuber、 はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ハイライトの方すいません小林さんお願いします。メンバーはねハイライトの方に載ってるんで、はい、こちらでご覧いただければと思います。わ、桜島綺麗。さあメンバーとしてはセンターバック井林選手が前節、群馬戦出たところに岡本選手と、それ以外は、同じ選手が並びましたね。武藤選手がいいよね、俺だから悩んだんですよ MVP、うん、戸根選手、藤村選手、まあ、山口拓実選手、米澤選手、運動家選手、迷いすぎやろ、あ、田中渡選手いやだからみんないいのよ本当に。って中でやっぱりこの試合に関しては戸根選手良かったよね、すごく良かった、はい。さあそして、相手チームも出るのこれ、あ、出ます。相手チームの、メンバー、いや渡辺英介君もいいよすごく、あのワンタッチでさ、ワンステップで展開できるあのキック、あれも結構武器だよね。あれから結局米澤蓮選手のクロスで得点にいってるからね、同点ゴールは。さあそして相手ね、かなり豪華ですよ、あのメンバー見たところ。長木選手とか俺アントラーズの時めっちゃ見てたからね。で西谷選手は栃木 SC にいるときに対戦もしてますし、渡選手は浦和レッズにも行ったぐらいのね、あの選手ですから。でベンチには皆さん柿谷選手がいて、ウォーミングアップのときに、ね、鹿児島のサポーターの皆さんみんな柿谷さん見てたからさあ前半の入り、まあ、最初にチャンスをつかんだのは徳島でしたね。このオーバーヘッドキック、もうなんか自分を見てるかのような渡選手は、あ、はい、ですね、オーバーヘッド絶妙なタイミング。でもこういうね意表をつくシュートっていうか、鹿児島に昔いた園田拓磨を思い出させるような選手が、渡選手ですよね。もうあそこで打ってくるかみたいな。で鹿児島、まあ、この試合、アシストも決めてます藤村選手のキックから。運動家選手のこの鹿児島としてはファーストシュートいいですよね。フォワードの選手があそこで背負ってキープして仲間にっていうよりは俺が打つんだっていうあの姿勢、やっぱりこう攻めるんだっていう姿勢を見せてくれることはすごく大事と思いきや、また渡辺選手のオーバーヘッドと見せますよね。こういうのをさ、ホームで自分たちのホームでしたら絶対盛り上がるもんね。いやホームを沸かせる選手なのかなってちょっと思いながらも、ただ戸根選手がコースはしっかり切ってますからねあそこでも。さあそしてこの関係いいよね、藤村選手、田中選手、そして野崎裕也選手で米澤蓮選手絡んでクロスの相手のクリアミスに宇都川選手だったけど、これ悔しかっただろうね。でもよう合わせたよねこのボール、もう考える時間ないからねこれは、反応、フィーリング反応、うん、もう普段の本能、自分ので、守備が良かったこの試合は本当に。奪ったボール、うわー、ワンタッチフリックから最後はシュートで終わるっていうね。僕もバックスタンド側から見てるんで、うん、入ったと思いましたもんね田中選手。本当YouTube の画像で、うん、渡辺選手が久保建英選手みたいって言ってたんですけど、うん、本当持ち方とか運び方とかそんな感じで、持ったら何かしてくれるんじゃないかっていうワクワク感すっごいありますよね。でこれが前半の PK の試合、これはねキーパーとして本当に難しい。最初多分出た瞬間は間に合うって多分思ったと思う、ちょっと。でも意外とボールが止まって、うわやばいと思って手でいかず、もう足で触れればと思って足出したよね。まあでもこれはしょうがない、もうこの勝利は次にね改善していければいいと思うんで。この PK も上かったけどね、ゴリオ純喜選手がめっちゃアピールしてましたけど、おい蹴る前に相手入ってんじゃんっつって、確かに僕も思いましたけど、まあ、審判が全てなんで、はい、ただ戸根選手はこの時も大丈夫やろと、ね、ブレずにやろう、なんか今日いけるやろって思ってやってくれてたみたいなん でここでも慌てず みんながね、ただこの2対1の守備でドリブルで間割れるのはあんまり良くないかなと思って、よくあるじゃんどっち行くんだみたいな。で失点をして相手が勝ってる状況での2点目っていうのはやっぱりね絶対やられたくないですしね、ここやられたくなかったね。もう上手かったですけどね相手も、うん、さあそしてここからユナイテッドタイムですよね。
これね、たくみくんちょっとね自分に来るって最初多分思ってなかったから、うわ来たってなってこうリアクションでちょっと歩幅と軸足が遠くなってねしっかり当たんなかったからね、ただ次決めてくれますからね、修正能力半端ないですから、あの山口たくみ選手のでこの守備よね、これ3人で追って最後竹選手がカットして渡辺英介のこのワンステップチェンジサイズチェンジで、宇野香選手が前半から海家選手のところでもうわちゃわちゃしてたから疲れちゃってもう足来てるからね、ここで米澤選手が粘ってこのクロスにヘディングと、これもね難しいからね、トレ選手何しとんねんと思った瞬間ナイスに変わったんですからねいや本当にでもまずあのテレビでもさっき言いましたけど、このポジショニング3人のね、藤本選手、竹選手開ける動きをしてそこにピンポイントで上げた米澤選手のクロスも素晴らしいし、ここでよう倒れなかった、うん、昔の例だと倒れてた、おファール違うのかっつって、だから裏来ても誠也いるしね、この3人がちゃんと入ってるっていうのがね、相手の間に練習からできてんだろうなっていう素晴らしい、そしてこの最後の歓喜のシーンですよ富さん、うん、これトレさんの動き見とこうかちょっとね、さっき、うん、ここでね戻るっていう、でもなんかコース開けたような感じにも見えるよね、うん、相手引きつけてね、であのトネさんがライン戻して相手をこう引っ張って、で最後岡本選手が、うん、あのキーパーの前に移動してキーパーが見えないようにスクリーンになってましたからね、結果的にだからセンターバック2枚で奪った得点とも言えるかもしれないですね、これキーパー反応できてなかったんで、いやー岡本選手の折り返しにこれでもよう振り切ったよね、うん、MVP です、はい選んどらんやん、そして米澤英介選手喜びすぎて滑ってたからね、いやー嬉しかったな、これはもう本当に、いや何があっても終わった瞬間のみんなの笑顔よね、スタジアムのあの雰囲気と笑顔、勝利の乾杯の瞬間の笑顔ね、えそしてメインスポンサーの永山社長がね、応援スタンドにいますから、うん、それも本当に素晴らしいですよ、いやすごいみんなが笑ってる、うん、そんな素晴らしいゲームでした、いやありがとうございます、はい、ということで次節なんですけれども、次節はですね、まずちょっと変則的で、はい、明日、明後日、水曜日に、うん、ルヴァンカップ、今年から J1 から J3、60クラブがトーナメント方式で戦うということで、我々鹿児島イライテッド FC は1回戦、はい、ホーム、鹿児島で、ジェフ千葉を迎えて、初戦を戦うということなので、ぜひそちらの方もね、応援していただけたらと思います。これ、前回は言いましたけれども、ルヴァンカップの際はですね、先着、1500名の方に、こちら、はい。結構ね、ブランケット、はい、こちらのブランケットがプレゼント、これね、プレゼントしていいのかっていうぐらいのモフモフ、こうスリスリしたくなるような材質、はい、本当にで空はここにいますからね、はい、ぜひ皆さんこちら1500名の方争奪戦ということで、はい、争奪ダメか、こんなこと言ったら怒られちゃう。ぜひ皆さん、はい、こちらのブランケットをゲットして、ください。1500名の方なのでよろしくお願いします。もらえるのはあそこって言ってたね。ゲートでお配りするということなんで、押したり、喧嘩したりぜひしないように、してもらえればと思います。いやーなんかルヴァンカップに出れるっていうのもね、うん、すごい嬉しいですよね、ありがとうございます。はい、で、ルヴァンカップが終わりましたらその次がですね、9日にアウェーで、9日土曜日14時キックオフ、アウェーでいわき戦となりますから、はい、いわき FC にはですね、鹿児島ユナイテッド FC、J3 時代勝ててませんから、ぜひその雪辱も果たしたいと思っておりますので、現地に行かれる方、おそらくいると思うんですけれども、気をつけて、我々の分まで、我々じゃないですね、僕の分まで応援してもらえたらありがたいなと思います。もう我々じゃなくなりました。はい、皆さんぜひリーグ戦ルヴァンカップの応援よろしくお願いします。そしてトネ選手 MVP 勝手に MVP のグッズもご購入いただけたらと思います。はい、ということで以上振り返りのコーナーでした。ありがとうございました。おすごい、777名。
いいことありそう。その後778名になりました。ありがとうございます。なんか、はい、なくなった言い方の問題でしょそれは。はい、ありがとうございます。いや、こんだけ見てくれてるってことはもういいことでしょ。そうだね。あ、そう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 、非売品、非売品になるか。非売品っていうかね、非売品、非売品ってコメント来てたから。鳥選手の、あ、いや、ブランケットの方でしょ。あ、ブランケッツは、非売品です。あ、ですよ。だからぜひあのゲットしてほしい。ブランケッツ、トレ選手のユニフォームに関してはこれから富さんグッズコーナーでそれこそ説明してくれますから、はい、聞きましょうよ。はい、グッズコーナーお願いします。はい、まずは開幕戦、はい、グッズ販売所に大変多くの方に、はい、来ていただきまして、はい、あれ、誠にありがとうございました。ありがとうございました。オーセンティックだったり、うん、ガチャガチャだったり、うん、大変多くの方にご来店いただいてたくさん買っていただきまして、はい、ありがたいね、本当に毎回毎回。また、次の試合でも、はい、グッズ販売所にお越しいただいて、うん、グッズご購入いただければと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、今日はオンラインストアの情報をお伝えできればと思います。はい、先ほどから、ユニフォーム、はい、ユニフォームと頼む上で取りますが、うん、ご説明をさせていただければと思います。はい、お願いします。そう、イメージが分からないから、ね、多分日付相手が入ってますよって言っても、へ、これ、勝手に MVP なので、はい、勝った時だけですね。そうですね、はい、勝利時限定、はい、選手直筆サイン入りの、ありがとうございます、オーセンティックユニフォーム、はい、ユナステと連動したグッズとなります。嬉しいっすね。今回は、田上さんが選んだのは戸根選手ということで、はい、今映ってる、うん、背番号プレイヤーってところが戸根選手のものになりまして、で下の日付が試合の日付、うんうん、2024年3月2日、はい、で対戦相手が下に入ったものが、販売となります。いいよね、メモリアルグッズってやっぱりこう100試合とかそういう時しかなかったけど、はい、この MVP を連動することによって、はい、です勝った試合の後できるっていうね。です。なので今回は戸根選手になっておりますし、販売の方が、はい、先ほどスタートしました、うん、19時45分から販売開始となっておりまして、はい、うん、販売期間が、あ、それ知りたい、明日、明後日、うわ、2日間しかない、はい、2日半ぐらいですね、はい、3月6日の23時59分までの販売となっておりますので、いや、なる早だねこれは。この約2日間の間だけとなりますので、うん、今ご視聴いただいている皆さん、YouTuber もいいのでオンラインストアの方に行っていただいて、もうすぐ行ってください。はい、はい、ぜひぜひご購入いただければと思いますし、はい、もし仮に見てらっしゃる方が今買ったとしたら、あー、聞きたい、教えてほしい、もしかしたら、あー、聞きたい、この人が一番かもしれない。いや、一番来い、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 よろしければ買ったら、買ったよっていう方ね、方コメントで欲しいわ。で、俺言うこと言えないと、うん、田の上連動企画がどんどんなくなる可能性も、本当になくなるからこれ売れないと、本当にもういっかってなります。なのでぜひ皆さんまず一回オンラインストアの見に行っていただいて、ぜひぜひ、先ほど戸根さんのね電話にもありましたけど、うん、買っていただけたら嬉しいということもあったので、ぜひ皆さんご購入ご検討いただければと思いますし、まあ今シーズン新しい企画として、グッズで始めさせていただいた部分もあるので、はい、温かい目で見ていただきながら、はい、分厚い財布で買っていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、トラさんも言ってたじゃん、もうこの試合で俺ダメやったら終わりやっていう気持ちで戦ってるから、その気持ちが田上が選ぶ MVP につながってます。見えたから、あのプレーで。ぜひ皆さんまずは見に行っていただいて、うん、少しでもご検討いただければと思います。いや、買ったよ、聞きたいな。しかもトネさんいつも実はこの YouTube 配信見てくれてるんですよ、はい、そうなんですよ、毎回見てくれてるらしくて、だからトネさんにもいい報告したい俺は。そうですね、うん、なのでぜひ皆さんなんとかちょっとね、あの通常のオーセンティックよりは値段は上がりますけど、はい、記念ユニフォームなので、ぜひ、はい、皆さんぜひお願いします、本当に。ぜひぜひ。税関費でも。よろしくお願いいたします。いやー、お願いします。ありがとうございます。はい、続きまして。はい、まだあるの？はい、そのまま、はい、ありがとうございます。はい、こちらの方は、もうすでに販売開始となっているグッズの紹介となります。そうなん
ルはい、プレイヤーズフェイスタオルですね。はいはい、選手が掲げてくれると嬉しい。あ、ちょっと待ってよ、トネさん。はい、トネさんのサインは、うん、背中ですか、前面ですか、未定ですか。サインは多分背中だと思うよ、おそらく。おそらくここは背中になるんじゃないかと思っておりますが、うんうん、また正確な情報は SNS とご確認いただければと思います。あ、そうですね、はい、いずれにしろ特別なユニフォームになることは間違いないので、おう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 、ぜひ皆さんご検討いただければと思います。はい、よろしくお願いします。すいません、タオル来たって来てますんで、はい、すいません、戻ってください。すいません、すいません。はい、ありがとうございます。続いて今シーズンのプレイヤーズフェイスタオル、販売開始となっております。あ、おめでとうございます。全選手、対応となっておりますので、ぜひ皆さん推しの選手、うん、ユニフォームとはまた違った番号の選手を買うのもいるいるいいんじゃないかなと思います。いるいる、一筋に推しを推し続けることもいいしね、いいですし、いろんな選手をご購入いただくこともいいかなと思いますので。ああ、娘にまた買ってって言われるかもな。はい、買いましょう。買います、パパママ。いや、もちろん買います。よろしくお願いします。はい、こちらの方が、販売が3月10日日曜日までとなっておりますので、うん、皆さんお早めにご購入いただければ、今週いっぱいですね、はい、となっておりますので、お早めにご購入いただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。んトレさんの際、字が小さいから 大きい字で書くようにと言っといてくださいトレさんですって、大きくサインしてほしいらしいですよ。いいかな。はい、ありがとうございます。承知しました。 OK です。グッズ紹介は以上となります、うん、いや、シンプルだけどこれは嬉しい情報でしたね、はい、またここからもね、毎回新しいグッズを出せるように、うんうん、グッズ担当の皆さんが頑張ってくださいますので。確かに、はい、カオルガール、毎回ユナステでグッズ紹介しなかったこと多分ないと思う。ないよね。そうだよ、それがすごい。いや、もう池田さんと富さんに拍手ですね、これは。あと杉本さんか、川島君は違うからね。はい、はい、ありがとうございますです。え、あ、お小遣いで買います、タオルからですね。フェイスタオル昨日4枚買いました。あれ、ありがとうございます、おーちゃんさん、ありがとうございます。推しを推し続けるタイプの方もいらっしゃる。あ、なるほどね。ですね、それは嬉しい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、フェイスタオル、はい、3月6日までの表示になってるかと思いますが、うんうん、10日までの延長となりますので、そちらは後ほど修正がかかると思いますので、うんうん、大丈夫です。今表示が6日にもしかしたらなってるかもしれません。ああ、じゃあ、違うってことね。はい、8日までね。はい、あ、来ました。はい、サインは背面番号ネームあたりの予定です。おお、背面ですって。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。キーパーの場合はおそらく、ホームの赤になるかもね、うん、また確認しますね、それも。お、アンナです。7歳です。7歳の子をコメントしてきてくれてる、ありがとうございます。サッカーが好きになりましたって。うん、多分この間の試合見てくれたんじゃないかな。うん、あ、嬉しいね、ありがとう。いや、嬉しい。やっぱね、試合もそうなんですけど、うん、応援とか、うん、大きな大旗とか、うん、あれがやっぱりこうスタジアムの雰囲気をよりこう作ってくれるから、うんうん、ね、だし、なんか、まあ、場外も含めてお祭りな感じはやっぱ、うんうん、子供たちにとっては楽しい要因の一つになるかもね。うん、そうね、外でお祭りで、まあコロナ禍もなかったりして、うん、試合がある中でかき氷とかさ、うん、食べれるのってなかなかないと思うから、外に出て食事をするだけでも、ね、みんなにとっては楽しいのかもね。いやー、いいよね、本当にお祭りですから、皆さんぜひ、うん、お待ちしております、ホームゲームですね。お子様でも見れる番組です。まあ、ちょっと嘘があるかもしれないんで。たまにね、嘘つきますから、はい。本当に。メイン MC が良くないんで。良くないっていうのは。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい。はい、次もホームゲームにちなんだコーナーになります。はい。はい、こちら。どちら？あ、違うね。そちら？アカデミーコーナーでした。違うよ。
お知らせ、お知らせです。トミさんからのお知らせ。え、お知らせって俺知らないけど。何お知らせって。お知らせあれない。あ、ないね。俺だね。はい、お知らせは、お知らせします。俺もし、メイン MC が知らないお知らせは、はい、どんな番組。ギリギリ来るからギリギリに来るからって俺、まあ、生放送やってから来てんだから。はい、ありがとうございます。このお知らせのところでは、はい、ふるさと E チケットのご招待、ご紹介をさせていただければと思います。はいはいはい。ふるさと納税すると、うん、スタジアムの買い物を割引になる取り組みが始まりました。どう、鹿児島市の取り組みであるふるさと E チケットに、はい、鹿児島イナイテッド市が参加させていただいております。鹿児島市のものに参加したんだね。そうですね、はい。で、鹿児島市ふるさと E チケットのサイトから寄付をして、うん、E チケットを入手。ホーム戦当日にスタジアムの営業ブース内にあるふるさと納税案内所にて、うん、スタグルやグッズ販売所で使える紙チケットと引き換えることができます。おー、なるほど。一瞬だけいいかな、はい、こういうのが、ごめんなさいね。あ、そういうことね。はい、そういうチケット。あ、はい、そういうことね。こ、田村さん見して。はいはいはい、すごいすごいすごい。今田村さんが見せてくれてるのが、この紙チケットになります。で、なんと、まあ、ユニフォーム買ったり、はい、いろんなグッズ買うのにも使えたりするので、うん、ぜひぜひ皆さん、いいね、使い道は多数あると思うので、はい。で、サイトにはユナバル参加店舗で利用できる割引券もあるの。はい。あですね、今小林さんが写してくださってる、ユナバル参加店舗でも利用できる割引券も出品しており、現在トライアル期間として、炭火焼き酒場よかろうもん、はいはいはい、居酒屋レイナよか番で使用できるようになってます、はいはいはい。で、期日中にブエンモユカリさんでも、追加される予定で、店舗数は今後も増えていく予定となっております。すごい。はい、そういうことね。そういうことです。なるほどね。鹿児島市がやってるものに、イライテッドがってことね。はい、こちらもスマートフォンでその場で寄付チケット提示ができてすぐに利用できるようです。そうなの。はい、あ、うん、はい、はい、サイトのご利用で自治体への寄付はもとより、クラブ活動資金の支援にもつながっていきますので、ぜひ皆さんこちらの方よろしくお願いいたします。新しいね、こういう形でクラブを応援する、はい、ですね。で、アウェイサポーターの方々であったり、うん、鹿児島市以外の市外からのホーム戦にいらっしゃる方はぜひご活用いただければと思います。すごいいいね。はい、こちら詳しくは営業ブース内、ホームゲームの際ですね、はいはいはい、営業ブース内のふるさとの、あ、ユナサト納税案内所までお越しいただければ、詳しくご説明をさせていただきますので、気になる方はぜひそちらにお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。担当者の人めちゃくちゃ優しいんで、はい、ちょっと大きな体の男の方なんですけど詳しく教えてくれる。全然怖くないので、はい、優しい方誰も怖いとか言ってない。あ、言ってないか、はい、いやいや、なんか見えるかなと思って、はい、めちゃくちゃ優しいですよ。注意事項だけ、お伝えさせていただいていきます、はい。まず鹿児島市内にお住まいの方はご利用いただくことはできません。はい、ふるさと納税との連携。そうだよね、はい、そうだそうだ、あらかじめご了承ください。ラクラクユナマルシェ、あの事前販売ですね、はい、との併用はできませんのでご注意ください。はいはいはい、大事ですね。チケットや観光案内、スポンサーブースで販売されている商品にはご利用いただけませんので、うんうん、ご注意ください。またユナマルシェの利用に際しては営業ブースでの紙チケット引き換えが必要になりますので、はい、もし何か迷われた際はまずはユナサト納税案内所営業部署内にございますので、そちら、訪ねていただいて、これどうしたらいいのって聞いてくれれば、うん、優しいお兄さんが全て教えてくださいますので。一回だからさ、スタジアム行くじゃん、うん、営業ブースのところに聞きに行けばいいよ、ね、そうね、うん、多分お得感が分かると思う。そうですね、うん、多分田上から全然伝わってないと思うので、とりあえず行けばいい、はい、あの営業ブースにですね、話聞いてみてください、うん、皆さんぜひぜひその方がいいと思う。はい、スタジアムの試合開催日ですね、うん、の時の営業ブース内にユナサト納税案内所ございますので、ぜひ皆さんそちらにまずは行っていただいて、はい、とてもいい取り組みではあるので、うん、皆さんクラブの後押しにもなりますので、ぜひ皆さんそちらもご検討いただければと思います。ありがとうございます。小林さん、よければ、はい、なんかリンクでも貼っといて、あ、そうですね、あげてた、一回見に行っていただければ
ちょっとイメージが湧くかもしれませんので。営業ブースって来てますね。そう、国士舘伝説のホームゲームには営業ブースがあるんです。はい。はい、そこでいろいろ販売させていただいたり、はい、スポンサーの受付をしてたりとか、うん、こういうユナサト納税の、ことを説明するブースがあったり、密度メーターも置いてあるじゃないですか。そこにも。グッズ売り場の向かい側あたりです。うん。うん。いいね。確かにあったんですよ、昔から応援したいけどって、県外の方とかね、結構あったんですよね。なんか応援の仕方がどんどん増えていってるので、そうすごいいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、こちらやっていただいて、またグッズを買ったり、はいはい、グルメを食べたり、いいね、いろいろできると思いますので、皆さんご検討いただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お知らせ、はい、お疲れ様でした。はい、いや、まだね終わってないから。はい、ちなみになんだけど、人差し指どうしたんですかって来て、うん、俺最近たまにだけど息子の弁当作るようになったんですよ、うん、朝学校に持っていくやつ、うん、スライサーでさ、うん、料理してたら、うん、自分の手までシャッていって、それで怪我しました。コメントに来てた。皆さんお気をつけてください。スライサーを使う際はぜひ気をつけていただいて、うん、キャベツがねちょっと硬かったんですよ、うん、キャベツのせいです。はい、人のせいするのは良くないです。はい、でもキャベツのせいです。いや、君のせいです。はい、僕のせいでした。はい、では続きまして、はい、アカデミーコーナーでしょ。アカデミー、もう今アカデミーが大活躍ですから。アカデミーが大活躍ね。この間もしかしたら野竹博也のクロスに武誠也っていうシーンがありましたから、はい、アカデミーからアカデミー、うん、もう決めたらアカデミーが湧くみたいなシーンでしたからね。はい、そんなアカデミーコーナーです。はいはい、アカデミー情報いきます。まずは U18 ですね、はい、九州クラブエース、9位決定戦。おお、前回言ってましたね。はい、3月3日日曜日、対戦相手春日イーグルス。おお、よく聞く。福岡県のチームですね。はい、スコアの方が前半1対0、うん、後半4対0、トータル5対0の勝利となっております。素晴らしい。得点者橋口海選手、はい、橋口力也選手は2得点、お、堀田選手、前村選手のトータル5得点と。すごいね、橋口兄弟また決めたね。なっております。兄弟じゃないか、うん、すいません失礼しました。はい、続きまして U15 の情報に参ります。県チェストリーグ1部リーグ行われております、はいはい、3月2日土曜日、対戦相手カルチャトーレ、はい、個人技がすごいチームですね。おスコアが前半1対0、うん、後半3対0、うん、トータル4対0での勝利となっております。はい、得点者和田選手2得点、うん、富山選手、石谷選手の1得点ずつのトータル4得点となっております。 U15 は、うん、この和田、富山、石谷って結構効くんだよね、うん、ゴール下でね、うん、てかみんな大きくなったな。ですね。え、石谷くんどれか分かんなくなってる俺。あの髪型が前坊主だったもんね。いや、あのなんでこの試合多分後半から出てくると思います。あ、後半から出てゴール決めたの。うん、すごいね。富山くんも昔ね、小学生の時あの YouTube で撮ったんだけどね、うん、10番かはいです。うわー、大きくなったな。和田さんは9番かな。はい、キャプテンです。あ、かっこいいね、うん、いや、頑張ってください。ナイス勝利、ありがとうございます。はい、続きまして U15 の九州チャレンジリーグも行われております。九チャレ、はい、はい、3月3日対戦相手プレンジャー SC、 もうプレジャーです、あ、すみません、プレジャーですね、すみません、プレジャー SC、はい、2023年の佐賀県リーグ1位のチームですね。おお、強豪じゃん。ユニータで行われました。うん、前半5対0、後半8対1、おお、トータル13対1での勝利となっております。すごい。得点者、はい、久崎選手3得点、お、富山選手1得点、うん、佐藤選手2得点、うん、石谷選手3得点、ホットトリック、川上選手、はい、中村選手、はい、岩崎選手が1得点ずつ、プラスオンゴールの13得点。すごいね。となっております。後半の方が点取ったじゃん。すごいね。また富山石谷出てきたよ。でも いろんな選手がね今回は取って素晴らしい。しかも福崎選手がハットトリックっていうね、うん、福崎選手もね名前聞くよ、うん、ここで紹介することができます。あー、そして次が、はい、U12 待ってました。はい、前回もご紹介しました、はい、JA 鹿児島未来カップ、うん、準決勝が行われました。3月3日対戦相手 F コーレ、はい、スコアの方が前半0対0、はい、後半0対1、うん、トータル0対1の敗戦となりました。悔しいね、硬い試合になったんだろうね。その、
結果を受けまして、うん、はい、3位決定戦、実施しております。対戦相手、はい、川上 FC、はい、スコアの方が前半0対0、はい、後半5対0、おトータル5対0での勝利となりまして、3位となりました。いやいや素晴らしい、頑張りましたね。得点者、蓬莱選手、ほう、中尾寺選手、うん、梅木選手、うん、秋月選手ですね、すいません、秋月選手が2得点のトータル5得点となっております。いや、ようやったと思うよ、やっぱ準決勝で負けてさ、うん、落ちてしまいそうなメンタルをしっかり立て直して、うん、しかもね、前半 0-0 からの後半5得点、うん、前半はちょっと引きずってたんじゃない、もしかしたら、ね、うん、負けてしまったことでも、このままじゃダメだって自分たちで立ち上がって、もしくはコーチ陣が声かけてくれて、うん、しっかりこうやって後半で5点取るっていう結果を出してくれましたからね。これがやっぱ次につながりますから、うんうん、まだまだ先が長いサッカー人生ですから、うん、一つ一つ一試合一試合1分1秒大事にしながら、うん、ワンプレーにこだわって頑張ってください。ですね、はい、アカデミー情報は以上となります。はい、以上アカデミーコーナーでした。ありがとうございました。さあ今日はですね、ちょっと盛りだくさんなんですよ、富さん。盛りだくさん、はい、次のコーナーがあるんですけど、はい、まだトレード選手のユニフォーム買いました、来てないですね。今のところ来てないですね、うん、お願いします。水森選手のタオル購入したわけです。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。てかタオルはね、多分相当売れてるよね、うんうん、すっごい、だってさっき買いましたってこの見ただけでも多分 14,5 枚ありましたからはい、鹿児島の運営さん本当親切だと思う。某クラブなんかやめましょうやめましょう、分かったらね、比較するもんですからね。ぜひ比較しないでください、はい、なんで笑うの、比較してくださいって言うと思った。いやいやいや、おー、いいね、ユナサト納税嬉しいですって。あーね、ありがたい。やっぱ関西に住む私たちにアウェー先でも特にメリットがない。あら、前半 0-0 じゃないですって来て、1-0だって。多分あれかも、報告のあれがちょっと違ったかもしれない。あー、失礼しました。前半 1-0 で後半 4-0 とかだったのかな、すいません。しました、はい、訂正します。 U12 の試合、3位決定戦ですね。川上戦は前半が1-0、1-0、後半が4-0ってことですね。はい、ほら、トネ選手の買った報告あったよって。え、嘘、飛びました、本当に。さっきでもね、さすがトネ、さすがトってよろしいって。あ、今年3枚目のトネ買いました。あー、ありがとうございます。誰、どこ、あったあったあった、 VZZ さん、 VSZ さんね、 VSZ さん、あ、すごい、え、ありがとうございます。トネさん3枚目ありがとうございます。あー、売れました売れました売れました言い方、ありがとうございます。いや、でもこの企画を、うん、本当にでも1枚も出なかったりしたら本当なくなるかもしれないから。いや、でもトレさんも嬉しいかも、これ。うわ、嬉しい、ありがとうございます。なんかないですか、この配信でやってほしいこと、 VSZ さん、なんかあればコメントください。頼めたかなんかしますから、はい、ぜひお願いします。うわ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね、うん、めっちゃ嬉しい。はい、そして、次のコーナーに参りたいと思います。え、すごいな、推しの鏡や3枚目とか、選手からしても力に変わるね。うん、トレさんとか特にもう鹿児島を盛り上げたいというぐらいだから、うん、そのためにユナイテッドをこう使ってもらってみたいな、うん、いい男だよ本当に。はい、じゃあということで次のコーナー、川島くんのコーナー行きましょう。はい、次の、ゲーム情報、ホームゲーム情報をお伝えしていこうと思うんですけれども、うん、はい、今食べたいお菓子はルヴァン。いや、新シーズン早々ネタ切れとかじゃないです、川島です。お、どうした、2枚目買いましたよ。え、買いましたよ、タオル、ユニフォーム。あゆみさん、あゆみさん、どっちか、柏くんはいいわどっちから、柏くんいいわ、あゆみさん、どっち買ったんだ、トレさんのユニフォームから、それともタオルから。あゆみさん、あゆみさんの結果待ちで配信がちょっと、はい、はい、川島くんからなくなるかもしれないですね。川島くんはちょっと置いていて、はい、はい、でも川島くん、川島どっちだろう、あゆみさん、タオルかトレユニかだけ教えてもらえたら。58番できましたね、川島さんのジャージージャージです。お、トレさんユニ買いました、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。2枚目、いや、この配信中に2枚目、もう配信終わっていいよ、嬉しい、はい、トネさん、限定ユニ、勝手に MVP 限定ユニフォーム2枚目、はい、売れました、すごい。でも今
回トレさん、初登場というかこの企画やってから初めての登場で、はい、もう2枚売れまして、これからさらに頼めたのか、俺プレッシャー半端ないな、うん、MVP 選ぶ。だからちょっといいですか、裏話して。お今回あのグッズ担当の池田さんに、うん、こういう企画やると思ってますみたいな言っていただいて、うんうん、で野見さんからも相談あって、俺ちょっと MVP 選ぶの今回めっちゃ迷いました。武くんを行こうかなって思ってたの最初ちょっと、でもやっぱ今までの自分とブレちゃダメだなと思って、うん、だから今回も本当トネさん選んだけど、うん、結構俺ね意外とプレッシャー感じてます。あ、タマさん、え、推しの鏡になりたいから妻を説得してくださいって。え、この方もっていうことはトネさん推しってことかってことじゃないかな。奥さん、ご主人ね、さっきコメントでもありましたけど、押しは押せるときに押すだけ押せみたいなコメントありましたけど、うんうん、やっぱりここはね、いつもいつも言ってますけど、うん、今歌詞を作っとけば、うん、未来のその歌詞が、今の歌詞が未来の自分の何かを大きく動かすときに生きてきますから、うん、ぜひご主人のあの時 やっとけばよかったとか、あの時の後悔っていうのは戻ってきませんから、うん、その後悔をさせないためにも奥さん、ぜひご主人にお願いします、トレ売りかわしてあげてください、お願いします。はい、何でもいいこと聞きますから僕、説得きたって来てますね。いやでもね本当にあのこれ限定だし、2日間限定かな、でもうこの試合のはもう販売もないからです、本当に超限定ですから、ね、もう2日間だけですから、そうなんです、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あのトネさん家に買いましたって時はもうコーナー途中であの脱線してでも皆さん言いますから、はい、よろしくお願いします。さあじゃあ川島君のコーナー戻りますね。ミノさんならぬタノさん、あっちね、モンタさんの方ね、はい、川島君からは3月6日ルヴァンカップのイベント告知です。ユナバラシも元気に営業します。ノンカタゾーンを含む全24店舗が出店と、すごいね、うん、ホームゲームさながらの出店数だ。お当たり前のこと全力で言った。平日開催ということもあり、いつもよりスムーズに購入できるかと思いますので、テントの近くまで行って、いただいて食べるグルメを、選んでいただければと思います。そして限定グルメイベント、すごい、お YBC ルヴァンカップとユナマルシェのコラボグルメを販売と、頑張ったなこれね川島くん。その名の通り、山崎ビスケット株式会社の商品を使用したグルメを販売、 YBC ルヴァンカップと鹿児島のスタグルユナマルシェのコラボお楽しみにと。おこれはすごい、ようやった。しかも俺大好きなあれだ、俺をじゃねえ、あれなんだっけ、ルヴァンフライです、うん、じゃあこっちよ、違うからね、こっちよ、右側よ、空間さん、ビスケットはオマールビスケット、ノワールビスケット、ノワールビスケット、はい、これ大好き、じゃあみんな大好きじゃないこれね、いや、こっちはもうあれよ、何乗せても美味しいっていう、それこそあのえこれ何、上野屋さんのアゴリフト、うん、完璧じゃん、こうね添えて一緒に食べれば、まさに食感パラダイスだね。サクッときたと思えばアゴリフトのこういい歯ごたえ、歯切れの良さ、うん、楽しいね、うわいいかも、うん、邪魔しないじゃんこのね、ルヴァンのビスケット、うん、そのものの、その合わせるものの素材の味を邪魔しないから、うん、でもちょっと塩気効いて美味しいし、家でやったことあるよ俺、てか選手の時も俺やったことあるよ一回、あのこれで考えようみたいな企画に出たことあるよ、もう一つのルヴァン、そう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 、美味しそう、ぜひ食べてほしいこれは、しかも多分島美人とめちゃくちゃ合う、大人のおつまみになるね、うん、はい、ぜひおつまみにいかがでしょうか。ルヴァンとアゴニク、ネーミングだけだったらすごいね、ルヴァンとアゴニク、すごい、うん、じゃあ皆さんハッシュタグルヴァンとアゴニクでつぶやいてください。はい、よろしくお願いします。さあそしてちょっと、あのまだまだあります。何ですか、2個だけって聞いたんだけど、うわー、無縁のクラムチャウダー勝利のルヴァンのせ、うわこれはすごい美味しそう、ミネストロ、なんか対決みたいね、薩摩歌唱亭対上野ゆかりのお野菜たっぷりあったかいミネストローレ、せーので言おうか、これちょっと今の気分でいいかな、お腹空いてきた、お腹空いた中でもあっさり系か結構こってり系かって感じだね、今でしょ、今、うん、今の気分で、うん、せーの歌唱亭、あ、トミさんはブエモイカルさんの感じで今なんだね、クラムチャウダー、うん、俺もとりあえず今野菜たっぷりのこのあったかいミネストローネが食べたい、
ってらっしゃい。これを浸してね、柵からこうちょっとふわっていうか、とろっというか、しとっというかね、しとっというか、で、そうそう、べちょっというか、べちょはちょっとよくないと思うか、そういうのが食べたい。うわー、美味しそうだな。ぜひ皆さん、自分のその時の気分でどちらにしようかなで選んでみてはいかがでしょうか。まだありますね、まだ。はい、こちらどうぞ。このコーナーお腹すっから選んだよ。いやー、出た。いいの、モコレコさん。ルマンレモンピザックウィズチーズハチミツピッツァ。うわー、もう反則級ですよ。これ行った人差し指行った机で打ちましたけど、それぐらい興奮してます。ジャンボ餅の上田屋さん、平田屋さんね、誰な興奮しすぎた、うん、ルヴァンカップ、うん、え、これ合うのかな、こっち試してみたいってなるね。ジャンボ餅にあのあんつけて食うだけで美味しそうじゃん、うん、合うのか餅と、果たしてルヴァンは。ええー、面白い。興味本位でまず行ってみたい、うん、ジャンボ餅。次は、次は、いやー、間違いないやつ来たじゃん。おー、あれだね、ひたすらキッチン、黒糖わらび餅ドリンク、チョコ&クッキー、あー、うん、いいね。そのクッキーに使ってんだね、うん、はい。そして、お、誰が島さん、キッチンカーさん、三号章さんがカナッペ、カナッペ、お芋のカナッペ、おシャンティだね。へえ、しかもさ、全部さ、リーズナブルだよね、値段がね。さすが鹿児島。まだある？次は最後です。最後、お、出た、料券、料券じゃない、よかろうもん、牛すじルバンドってことは、あれなのか適当下が適当とか言っちゃダメだよ、あれなんだね、ご飯じゃなくて、うん、ルバンにクラッカー、牛すじを、クラッカーに牛すじが乗ってるの。おそらく、いや、結構おもろいと思うんだけど。しかも普通に食べたら美味しそうじゃん。多分自分で、ね、乗せたいの乗せて食べる感じなんだろうね、うん、だから周りにこう並べたんだろうね。もし下にあったら、でもそれ味が染みて美味しいかもよ。ただ一つ言えることは、もう室屋さんだから言うけど、地元の後輩だから言うけど、自分でもできるね。よかろうもんで、ね、牛すじ買ってルヴァン買ってくれば食べれるっていうね。お店では出さない。あ、確かに確かに、うん、ぜひ。でもこれ面白いわ、ルヴァンならではだからね、これは。今回のバラエティショーはよかろうもんですね。面白かった、良犬らしいわ。いやいや、ぜひぜひ。え、隣も写真がないだけ。写真はないけど、牛タンシチュー with ルヴァンクラシカル。美味しそうだね、ちょっと想像するだけで美味しそうだね。よだれがもう滝のように流れてます今。よかった、見えてなくて、皆さんの前で。はい、ありがとうございます。はい、ということで、平日ナイターということで、お、ユナステージもありますよと。お、はい、平日ナイター限定、ユナイテッドの方。え、誰もタナさんの方見てない。見てないですよ。それ美味しい美味しい美味しい。みんなで、俺も言葉を失ってる瞬間ですね、これ。中で、はい、あいやーって言ってそうだ。新坂さんと僕はこれは言葉を失った瞬間です。まあ、奥のお母さんね、多分平田さんのジャンボ餅かなんか食べてますからね。新子団子。あ、新子団子だ。そうだ。多分。新子団子だ、あの形は。ね、でその手前、もう一個手前のお父さんは僕と同じ髪型してますから。はい。まあいいでしょう。はい。で、平日ナイターということで、ユナステージではユナイテッドの方を 生でやると。ユナイテッドの方を生でやる。はい、はい、とはユナイテッド生の方、ユナステージを実施しますと。田上オインリーダーと、え、いや大丈夫、田上オインリーダーとユナイ君が皆さんのノン方に行きます、うん、少し早い時間ですが、ぜひ お早めにスタジアムとユナステージにお越しくださいと。ちょっとなんか雑に見えるな、これ。皆さんのノン方に行きます、俺とユナイ君が。みんながこのユナステージ前で飲んでるところの前に僕とユナイ君が来てわちゃわちゃすると、わちゃわちゃすると、はい、を飲ん方と呼んだんでしょうね、今回ってことかな。はい、うん、それでは鹿児島ユナイテッド FC のホームゲームをお楽しみにと。はい、ありがとうございます。いや、でも素晴らしい、うん、ルヴァンね、日程とかもタイトルの中だけどよう考えてね、うん、ルヴァンコラボとかもやりましたね、うん、いや、ありがとうございます。面白かったですね。うん、面白かった。はい、ということで以上川島くんのコーナーでした。終わってもまだ600名残ってるね、すごい。いやー、こっから600名切らないかすごく心配なんですけれども、三つ目くんのコーナーいきたいと思います。若い、痩せてる。三つ留くんのコーナー、まずスポンサー数、ご紹介していきましょう。久しぶりの三つ留くんのコーナー、皆さん今シーズンもよろしくお願いします。そうそうですが、本日時点でのリニューアルした三つ留メーターの数字は、あれ
れ増えてる。ああごめんなさい、めちゃめちゃ増えてる。私でした。いいよ。はい、どうぞ。前回411社でしたね。から16社増えて427社。ありがとうございます。昨シーズンは522社という、大変多くの、スポンサーの方々に応援していただきました。まだまだシーズンは始まったばかりですので、クラブとともに鹿児島を盛り上げていただけるスポンサーを大募集しております、はい。お近くのスポンサーに興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽に営業部までお問い合わせください。配信中に、スポンサーが決まった場合、非常に盛り上がります。ぜひコメントで、スポンサーやってもいいけどっていう方がいらっしゃれば、去年1社いらっしゃいましたから。はい、それこそ長島町の方の、ね、方でしたよね。確か泉の方だ、泉の方の方でしたね。よく昨日試合でも会いましたもん。今年は去年よりもワンランク上のスポンサーになりましたって言って、ありがとうございました本当に。はい、ぜひ皆さん引き続きスポンサーになりたいよって方いらっしゃいましたら、ご紹介、そして自分がスポンサーになってもいいよって方いたら、営業部までご連絡いただければと思います。リニューアルした三つのメーターも、会場でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それで現在応援していただいているスポンサーの皆さんも、引き続き応援一緒に戦っていけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、続きまして湯の丸味機構を久しぶりにやってきました。はい、今回の湯の丸味機構は鹿児島市の新たにある一品入魂ごちどころ西高さんにお邪魔してきました。岸山と鹿児島大学の間ぐらいにあるスタジアムからの近いお店になります。アバウト、うん、岸山と課題の鹿児島大学の間ぐらい、そして、綾子さんの、参加所提示で西高さんの、参加所提示で受け入れるサービス1は薩摩島美人1杯無料、うん、ユニフォーム着用で受けれるサービスは、薩摩島美人に合うおつまみ1品プレゼントという内容でした。もうそれだけで1杯やれちゃいますね。はい、今のは僕の勝手なコメントでした。今回の三つ目は、2024年フィールドプレイヤーファースト、重ねオーセンティックユニフォームを着用しての、参戦です。三つ目は今シーズン気合を入れてユニフォームを4色購入しているので、うん、三つ目の着こなしにも今シーズンはご注目ください。はい、俺らが言うからね、うん、頑張って買ったんでしょうね、うん、すごい。でもちょっとね、なんかあ、途中だけすいません、トネイル買いました。お、本当だ、お、お、トネイル買いました。トネさんの入れを買いました。息子の推しですが XS がなかったので S にしました。何受注生産なら、XS や子供サイズもお願いします。あー、なるほどね、参考にさせていただきます。しかしながら4枚目だよね、かな、さっきもう1枚ですもんね。3枚だね、3枚目です。ありがとうございます、すごい嬉しいっすね。うわー、これでも来てきたら俺めちゃくちゃ嬉しいかも。もしかしたらハグしちゃうかもしれないんですけど、そこはご了承ください。はい、ダメ、おありがとうございます。じゃあ続きいきますね。うわ、トネユニすごいね。でもこれ2日間限定ですから。はい、ね、明後日まで、そう、明後日までですから、それ以降の方はもう買えないユニフォームですからね。すぐ買ってください。はい、ありがとうございます。さあ今回の三つ目くんは、あ、違う。それでは稲原ラインナップご紹介していきましょう。はい、まず一つ目こちらになります。炙り、鶏皮ポン酢550円。うわー、もうお腹空いてきた。鶏皮ポン酢を頼まなかったことは居酒屋人生でありませんと。本当でしょうか。はい、もうよだれが出てきます。次、お刺身サラダ1000円。マグロ、サーモン、カンパチ、その他とサラダが織りなすハーモニーはまさにリトルイオワールド。おお、上手。イオワールドというのは鹿児島にある水族館でございます。はい、そして、3品目めっちゃ食ってる今回も。炭焼き明太子、海苔が巻いてあるのかな、これ。そうかもしれない。これ斬新、めっちゃ美味しそう。うわ、しかもおしゃれ、あのお皿瓦だね、めっちゃおしゃれ。大きさがちょっとピントがレモンに合ってるのかな確かにレモンがメインになってるこれまあいいでしょう、でも、うん、ちょっと工夫してる感じ見えてきてるからね、角度はいいよね、うん、はい、で4品目、うわー、黒豚角煮の天ぷら。おー、なんかここのお店めちゃめちゃ美味しそうです。はいあの奥何なんだろう、こちらも1000円と。美味しそう。
そして5品目、春キャベツ黒豚巻き、これユナバルサービスだったって。いいよね、すごいね。こちらのユニフォーム着用でのユナバルサービスでした。あっさりしていながらも旨味が強く薩摩島引きによく合う一品でしたと。6品目、これ何、まだらの白子、これめっちゃ完璧じゃん。これもう絶対おいしい。1100円ポン酢で食べるもよし、塩焼きで食べるもよし、天ぷらで食べるもよし、こんなに大きくて美味しい白子は初めてでした。確かに大きい。これね、スプーンがこうよく見るスプーンが乗ってるから大きさがね分かりやすいよね。美味しそう。絶対やばい、トミさんダメだ、お腹空いてきた。いやもうずっとお腹空いてんの。そして、お締めの一品きた。締めの一品、お茶碗カレーライス。あ、お茶、あ、ちょうどいいね。なるほど、ちょうどいい、ちょいカレー、こういうの欲しい。ちょっと食べたいんだけどなっていう時にね。でもこのちょっと食べたら全部食べたくなるよね。いや確かに。ただそう、今いいこと言ってくれた。お締めの一品って言ったじゃん、うん、もう一品あります。締めのもう一品、もう一品、はい、おむすびわさび昆布、はい、すごい米食べる。締めに締めてきたっていうね、はい。締めの2品目は、締めの2品目ってもう締めじゃないよね、1個は、丸いおむすび、これ持ってお花見に行きたいですね。田上さんと富田さん、お花見しますかと。あんまりしないね。しますか。いや、お花見多分富として、あ、富じゃない、三つ留さんとしますかってことじゃないかな。うん、大丈夫。うん、僕も大丈夫です。富田さん行きましょう。いや、もう付き合わせ、僕場所取ってますんで。取っていて、ずっと来るの待ってます、うん、はい。締めのもう一品もう一品締めがあるということで、お味噌汁、あ、間違いない、あ、美味しそう。締めの3品目は、味噌汁、豚汁でした。豚汁ではなく豚汁派です。どっち派？豚汁じゃない？だよね、うん、俺も豚汁。豚汁とはあんまり言わないかな。以上、今回のユナバルラインナップでした。綾子さんが、最高、あ、ごめんなさい、最高さんが気になった方はぜひご自身の五感で確かめに行ってみてください。そしてユナバル、ハッシュタグユナバル、ハッシュタグ宿泊は薩摩島美人でのタグをつけての SNS 投稿もお忘れなく。今シーズンも多くのユナバル参加者が見込まれています。スタジアム外ではノーサイドです。ぜひ皆さんもユナバルに参加して、ホームアウェイ関係なく J リーグと薩摩島美人をきっかけに交流してみてはいかがでしょうか。薩摩島美人によく合う料理を提供する一品入今ごちどころ綾子さんは、ごちどころ島火乾杯最高やん。ごちどころ島火で乾杯。ごちどころ島火で乾杯最高やん。ごちどころ島火で乾杯最高やん。お後がよろしいようで、稲葉あじき港一行による鹿児島のうまいもの探す旅はまだまだ続きます。ともに鹿児島を盛り上げていきましょう。次回の稲葉あじき港をお楽しみにと、うん、いうことでした。ありがとうございます。すごいね、いい、あの写真がすごい良くなってた。こっちが羨ましくなるぐらい美味しそうに見えた写真でしたね。引き続き、稲葉あじき港一行頑張ってください。はい、ということで、次が、皆さんお待ちかね、お客さんからの、まあ、スポンサーになったっていう方っぽいですけど、誰から、旦那さん嘘ついてるよね、うん、泉とかじゃなかったでしょ。どこ、ちょっと長島か泉かどっちかだったよね。いやいやいや、そんな話じゃなかったね。近かったよね、確か。え、だったっけ、ご兄弟のあれでしょ。そうそう、兄弟の、あれ俺泉かと思ってた。だったら違った気がするけど、え、どこですか。いや、泉では父さん、父さんどこでしたっけ、うん、なんか割とお近くだったような気がするんだけど、去年のあれで、あの弟さんかなんかがどの子の端子やね、うん、ちょっと待って、こと言ってね、白子最高にうまそうだった。ほら写真がいいとね、やっぱり物の良さが伝わりますから。綾子と最高をかけているのうまい。お、初めてお褒めのここはいただきましたね、富成さん、あ、富成さんじゃない、三留さん。鹿児島の料理半端ないって、俺ら見てきてるからさ、これがベースだけどさ、うん、県外から来た方は特にね、もしかしたらあれなのかもね、そういう風により俺らにも見えるのかもね。いやー、そして皆さん全国から見てますよ、ボードもぜひまた最後見せますから、どっから見てるよっていうのもね、お忘れなく、ここのコメント欄で言ってもらえたらと思います。さあ、お待たせしました、次はこのコーナーになります。感謝、お供え物が届いたよのコーナーです。嬉しい、この空腹でお供え物コーナーが来た。ありがとうございます。
お供え物で今回届きました。お、嬉しいですね。ありがとうございます。こちらの袋に入っているのは、あ、手紙が入ってた。うわぁ、開幕おめでとうございます。今シーズンも頑張ってください。伊沢ちゃんのご実家のおせんべい屋さん行ってきました。え、伊沢の実家せんべい屋さんしてんの。へー、すごい。マヨネーズ洗い。え、伊沢の実家だって。伊沢のあられ、うん、伊沢のあられって。伊沢のあられ実家ね。伊沢の実家のあられ屋さん、おせんべい屋さんから買って持ってきてくださった。ありがとうございます。伊沢ほら届いたよ。見てないか、今筋トレしてる時間だね。伊沢は他のトミーって来てる。トミーさん、はい、あ、ありがとうございます。他のさん、はい、タノって書いてある。間違えた、間違えた。え、美味しそう。ありがとうございます。これマヨネーズなんだ。エビサラダ。トミさん結構ほらあれ気にしてるから体型を。エビサラダ。マヨネーズじゃなくて。おー、嬉しい、ありがとうございます。ご丁寧にねメッセージまでいただきましてありがとうございました。そしてこれいこうかな。これトミさん、これすごいよ。ん、確かね、いつも奈良から見てますっていうコメントが来るんだけど、奈良から見てますの方が、うん、奈良から来てくれました、スタジアムに。へー、はい、直接僕いただきました。名称の書き。そうなんです。しかもこの奈良から来てますの方は、うん、あの詳しくは言いませんが、うん、トネさんを応援してます。おー、ってことは、はい、ってことはっていうことかもしれないです。あー、なるほど、はい、だってこれも見てくださってる。見てます、絶対見てます。ねね、ほら、ね、あ、ほら行ってきました。召し上がる、さっきの伊沢せんべいだね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよね。そうそうそう、鹿児島のほらサポーターの優しさよ、トミさん。さあ付箋っていうか名前つけてさ、炭酸トミさんちゃんと分かるようにさやってくれてるっていうほらコメントでも来てる。すごい。ユナイテッドの前身のチームで、うん、あのさんと一緒にやってたこと同じ地元ですよってあの。はい、父さん。スポンサー会社になってくださった。去年全身のチームで田野さんと一緒にやってた子と同じ地元。俺と全身のチームで一緒にやってた子いっぱいいるからねえ、まあね、誰かな、市内ってことかな、したら霧島カジキか国部か、市内か松本か。手紙書いたのに入れるの忘れましたって。ああ、そうなんだ。この奈良の方かな。だからでもありがとうございました。ちゃんと届きましたからご紹介できてよかったです。それ何が入ってたの。ああ、見る。はい、見たい。はい。見たい、食べたい。味わいたい。タノさんのバリバリタイムを期待してるから。いや、でもバリバリはいけないでしょ。さすがに見てくれてるのに。いや、なんだろう。しかも、あれが、なんだっけ、奈良の名物、なんだっけ、あの、五重の塔。違う。五重の塔じゃない。なんだっけ、タノさん。助けて。ん？いや、あのほら建物7階。おい7階だって。おいしそう。え、すごい、富さん五重の塔ね。五重のあったでしょ。びっくりする反応してくれないから、また間違ったと思ったし俺。富さんこれは、うん、なんかあれみたい、鹿児島のさ。お、すごいねこれ。え、ま、でも食べてみて。おいしそう。食べてみていい。その刺さってるのもまたそれも柿の形する。え、何、刺さってるの食べれるのこれ。いや、食べれる食べれる。いただきます。見ます？これこれ、柿の形してるお餅。いただきます。それ抜いて食ってもいいかも。あ、うん、うん、おいしい。周りがお餅、うん、何これ、中のあんが柿あんで、その葉っぱの部分が団子で、刺さってるのがもうなんかむちゃくちゃにしたの。もちもち。刺さってる部分が昆布なんだって。おお、だから一回今抜いて食ってって言ってたの。そういえば昆布の塩気が若干きたの。甘いものの後の口直しに昆布を、うん、だから抜いてってたの。そういうことね。トミさんちょっと食べて。うん、ありがとう。あ、うんうん、かきあんめっちゃうまい。あ、食感としてはうん伊集院まんじゅう食べてる感じよ。ちょっとわかんないけど。わかんないか、伊集院まんじゅう知ってる人いないかな。いや、一応知ってますけど、それは。いやー、ありがとうございました。これ美味しいし、新しいし、新食感。
新食感じゃなかったです。すいません。偉人番長って言っちゃったの。どっちなの？これいきましょうか。これは、あーなんて言ってたっけな。これ、あーそう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 。長島健丈。あの長島健丈さんとコラボして作ってるってなかったかな確か。ほら焼酎粕入り。そう。長島健丈さんの焼酎粕入りのせんべいを買ってきてくださいました。いつもねパブリックとかもね見に来てくれる方、女性の方で、ね、ありがとうございます。やっぱねスポンサーファーストだよね本当にね鹿児島のサポーターの方々。長島健丈さんの、 あの焼酎粕入りのせんべい、粕入りせんべいいただきました。はい、ありがとうございます。絶対うまいやつだそれ。だから焼酎に合わないわけがないっていうやつですよ。富さん、うん、いい香りした。しなかったまだでしょうね、うん、袋にいっぱい入ってた。そしてこちらね、はい、田野さんがお腹すいた時のためにって、うん、推しっていう袋なの。推し袋に、あの押し袋に分かる、見えるかな、押しって書いてあるんだけど真ん中に。だから俺のこと押してくれてんじゃないかなと思いながら勘違いしながら喜んでいただきました、うん、ありがとうございます。そして俺の大好きなお菓子ばっかり詰まってるね、うん、あ、ファイヤーが入ってる、ありがとうございます。これはねこっちかで、ラレバツチャレンジなんですけど、うん、今回お手紙だけを、うん、あのお渡ししますっていうことで、これ止まってるテーブルに、あ、これ小林さんからだろ、あ、ごめん、お手紙をね、慣れ松さんからいただきまして、チャレンジって、これ小林さんからだろ、失礼だよ、チャレンジとか書いたらもう分かるよ、1年生しか思い出さないから。いきます。田上さん、富永さん、小林さん、今シーズンもイラスで配信していただき、先週は群馬からのお供え物を紹介していただき誠にありがとうございます。個人的な話になり大変恐縮ですが、今シーズンはホームゲーム後のイラスで宛てにお供え物を送らないことにしました。その代わりではありますが、使う予定だった費用を、あ、石川県令和6年能登半島地震、災害義援金の口座に振り込みましたと、うん、素晴らしい。アウェイの後のイナステにはお供え物を届けられるように頑張りたいと思います。これからも配信楽しみにしています。2024年メジャー進め J2 リーグ第2節、徳島ボルティ戦、We are the challengers、 ハッシュタグなれますチャレンジ、うん、いただきました。素晴らしいね、心がけだし、アウェイからのは送るって言ってくれてて、まあ、ホームは皆さん持ってきてくださるだろうから、アウェイでなかった時がもう、あのお供え物コーナーがついに終わってしまうって多分心配してくれて、なるほど、そう、アウェイの時は送りますよ、そこまで考えてくださって、もう鏡ですね。実はそんな風におっしゃってました。あ、そうなんだ、やっぱり誰か持ってくれ、来てくださると思う、信じて、うん、いや、ありがとうございます。本当に長松さんのおかげでやっぱりこのお供え物コーナーが浸透していきましたから、うん、でユニフォームにもホームアウェイ買ってくれて、なれ松チャレンジって入れて合わせたらなれ松チャレンジになるようにしてくれてますから、はい、っていうことはアウェイではね、あのチャレンジの方を切ることが多いんでしょうね。それはホームの方になれ松分からないよ、それは分からない、白に、チャレンジを入れてますから。さあ、そして次こちら、これも嬉しかったし、あの、なんならキックオフで鹿児島にもちょっと出演しました、この海苔、うん、はい、こちら海苔なんですけど、これなんと、いいですか、はい、徳島ボルティスサポーターの方からいただきました。すごい、え、すげえ、見てくださって、そうなんです、配信いつも見てますよって言って、すごい、で徳島で有名な海苔を、あの、持ってきます、お供えしますって言って持ってきてくれたんですよ。すごいね。あ、これ YouTube やってるんですけど、これあの紹介してもいいですかねって言ったら、わあ、お供え物コーラでしょみたいな、いいよ紹介して、すごいで、ついにすごい、アウェイ、アウェイっていうか、あのタクラムのサポーターさんがね見てくれるようになって、しかもお供え物までも、そうなんですよ。そしてお供え物コーナー、現時点もうかなり時間経ってるんですけど、現時点でも500名の方が見ていただいてるっていうね、すごいね、奇跡、いやー嬉しいですね、ありがたいね、アウェイサポーターの方からお供え物がついに届いたんで、やばいね、味付け海苔、味海苔はね本当ね、お弁当作る時に助かるんですよ、本当に
息子はもう本当に食べ盛りだから、うん、お米たくさん入れるから、おかずが足りないってなるのが嫌だから、ふりかけを混ぜたりとか、ね、海苔引いてあげると、やっぱご飯も進むし、すごい、ね、俺が使う前提みたいになってる。うん別に田上さんにって言ってないでしょ。言ってたよ。お供え物って言ったでしょ。いや言ったかもしれない。言ったか。言ったことでしょ。ね、うん、いいでしょ。おそらく明日の息子の弁当に入ってるかもしれないですね。息子頑張れ。ありがとうございます。うん、いやー本当に嬉しかった。これは素直に気持ちが嬉しかった、うん、だから今見てる、アウェイのサポーターの皆さん、うん、ぜひあのアウェイからのお供え物もなんかつながれる感じして、物をくれじゃなくてつながれる感じが嬉しくて、うん、ぜひあのここでまた紹介させていただくので、うん、よろしければアウェイの、特産品お待ちしております。特産品とか言ってるやん、はい、徳島は海苔でした。はい、ありがとうございます。さあそしてラストになりますかね。はい、これ俺見てないんですよまだ。この手紙とちょっと一致してるかっていうのが分かんないんですけど、僕はちょっとごちゃっとしてしまったんで一回以上喋ってみて。そんなにこれお手紙もらったんですか。いや内容まで載ってないのよ。田野さんいつもありがとう、こ子供からいただいたの、うん、田野さんいつもありがとうございます。今年も鹿児島を盛り上げてください、応援頑張ります、今シーズンもよろしくお願いします。子供の字で書いてあるので写真付きで、うん、田野さんいつもありがとうございます。今日はホーム、これお母さんね多分、うん、ホーム開幕戦楽しみにしておりました。今シーズンも笑って笑って笑ってたくさん応援しますね、よろしくお願いします。丸一家丸一家、今年も母はミクト選手推しですと、うーん、こうちらっと写真がね、こう写真も載っけてくれてる。この方かどうかはあちょっと分かんない、あでもそうかもしれないだと思うよ多分。見てくださってたら教えてください。このコーヒー美味しいよ、エルザ美味しいっす。でこれコーヒー羊羹でしょそっちは、うん、うわーありがとうございます本当に。こう俺が感謝しないといけない、感謝してくれるってさなんかたまらないよね。トミさんはっ、トミさんはい、なんかそっち見えるんですか。あえそれは何、お供え物、お供え物とかお礼にもらったり。トミさんへのお供え物がもう今俺が紹介したやつと誕生日同じくらいのですよ。これトミさんの誕生日を、あお誕生日か、トミさん2月22日誕生日でした。222の日ですもんね。はい、いいな島娘、ありがとうございます。いやちょうだい。あでももらったんですよね。はい、あのこれでさあのお三方にお渡しできましたって言いながらだよね。俺もう飲み終わったもん、ありがたくいただきました。でもう一個何その小包みは、エアドロップさんが、そうだ前回か、そう前回の配信の時にもらったけど、あのご紹介をし忘れました。せや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 、エアドロップさんから誕生日の、そうだもうあの群馬の開幕戦の時のパブリックビューイングの時に池田さんが預かってくださいましたけど、いただきました、ありがとうございます。ありがたい、ね、食べさせていただきます、ありがとうございます。ピスタチオだけ入ってる、いいなピスタチオ、あ合間に普通に食ってんね。いやこの柿の、うんま、柿まんじゅう、うん、なんでみんなに分けようって、そういううますぎて食べる、いいでしょこれ、いいですっていうか、あとないよ後では、ありがとうございます。はい、あ宮崎県からこんばんは宮崎県高鍋町から見てます。この前の試合田野さんで始まり田野さんで終わりました。お供え物コーヒーは大好きな、トネ選手にも分けてやってください。少ししかないけどあそうだこの手紙とは違うかもしれない。そうだ、このエルザは宮崎から来てる人だ、いつも最後のお供え物妹でしたって、姉が出しゃばるもんでもないですが見てるんじゃないかなって。これエルザでしょ、いやうん多分最後のお供え物それ、そうでしょ、うん、ちょっと待って俺の中で頭混乱してきてる。もうコーヒーとコーヒー羊羹宮崎からです、手紙は違います。うんやっぱりそうだ、うんうん頭が混乱してる。これは多分あのチブ選手推しの方じゃないかな。あ、だよ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 。チブ選手推しのいつもご家族で試合来てくれる方々だ。まあまあ個人情報言ったけどすいません。はい。でお手紙はまた別でもらったんだ。いつもありがとうってもらったんだ。そうだそうだ。お手紙だけをもらいました。今ああでも練習場での写真とか持ってるからね本当に。いやーいいね、こうやってありがとう言ってもらえるって素晴らしくない、ありがたいよねこっちがね。トミさんどう思う、ね、
ほらほら、やっぱそうだ、そうだよね、妹さんのあれだ、うん、親子だ、手紙くれたのが、ありがとうございます。いやー、今日の配信もかなりハードになりましたね、すいません、ね、1時間40分、35分、うん、いやー素晴らしかった。でもやっぱり次はルヴァン、そして千葉戦、そしてその後は、またリーグ戦になり、岩手 FC 戦アウェーとなりますけれども、いやー楽しみですね。だから本当選手たちは一戦一戦今戦っていってますから、うん、もう我々も同じく一戦一戦一つ一つ目の前のことをこう、うん、やれることを積み重ねて、うん、やっていきましょう。でもね、本当ね、ホームで改めて感じたけど、応援の質とか声量とか、うん、半端なかった。去年とかはなんかこう最初ちょっと元気なくて最後でわーって盛り上がるシーンとか結構見たんだけど、うん、最初から去年の最後の盛り上がりの声量で、うん、最後さらにもう一個上がるみたいな、うん、そりゃ頑張れるわって思うようなこう空間を皆さんが作ってくださるんで、選手も本当こうやりがい感じてやってるだろうなと思いながらですね、でまたアウェーの選手からすればすごいやりにくいスタジアムだと思うんで、この空間1年間通してどんな時もあの作り続けていったら、鹿児島本当にすげえな鹿児島っていう成績出せると思うんで、一緒にあのその先の目標とか、今の掲げてる目標以上のものを見にみんなで行きましょうよ、うん、だからこそ共に同じ気持ちでどんな時も戦ってください、うん、そのためにこのユナステっていう、ね、ものがね、気持ち切り替える場所だったり、うん、喜びをみんなで分かち合うっていう、場所でもあると思うので、また引き続き、ユナステをごひいきにしていただけたらありがたいです、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日の配信はここまでとなりました。はいはい、じゃあ今日は締め、前回と同様覚えてます？はい、はい、終わりに、終わっていきたいと思います、はい、皆さん今日も配信見ていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。鹿児島ユナイテッド FC、ルヴァンカップ千葉戦とリーグ戦いわき戦の勝利を信じて We are the チャレンジャーズ。ありがとうございましたまた会いましょう。